おしゃれな照明に照らされたショーケース内には色鮮やかな惣菜がずらりと並んでいます。なんだか都会のデパ地下に来たみたいですね。いいこと言いますね。でもここは福島ですから。まろやかな酸味が食欲をそそる黒酢あんかけに、パッと華やかな見た目のオレンジサラダ、あれもこれもと目移りしてしまう魅力的な商品が並ぶのは、福島市岡部にある惣菜屋だんだん。今日グランドオープンを迎えました。開店前からこの行列。こちらはお弁当コーナーです。牛丼やカツ丼、ハンバーグが入った弁当も、どれも美味しそう。唐揚げやメンチカツなども、しかもすべて米油で揚げていまして、ヘルシーなんですよ。お客さんも次々と注文していました。今日はなんか出来たてのお弁当2つとハンバーグ弁当との順かな。あとはなんかフライとかレンコンとかはい、オムレツ、ほうれん草のオムレツも買ってみました。でも近いのでなんかちょっとお惣菜一品足したいかなっていう時に便利かなと思いますいろんな種類があって、なんかすごく新鮮なもので、あとなんていうのかな、いろんな食材もいいものが使ってる感じがしたので、これからも買いに行きたいなと思います。中でも目玉は新鮮な野菜を使った商品です。うち農家なんで、どうしても規格品とかも出るんだ。それを捨てたり廃棄せざるを得ない場合もあって、それをなんとかなんかこういう惣菜とかで使えないかなっていうのが、始まりですか。長谷川農園では春キャベツや夏にはキュウリやナス、トマトなど年間を通して野菜を栽培しています。こちらがほうれん草のハウスになってます。お、元気いっぱい。大きいですね。大きいんですけど、実はこれ規格外なんです。全部ですか。全部、もうこれは伸び成長しちゃって流通できない大きさになっちゃってるんです。味とか栄養素は全く変わらないですから、これを惣菜の方に少しでも利用して廃棄ロスを減らす努力をしてる。そんな今が旬のほうれん草を使った商品が今日のイチオシ。こちらは豆腐と絡めた白和えです。なんと今日は午後2時過ぎには全ての商品が売り切れたということです。やっぱり何て言っても皆さんの地域に愛されないと成り立っていかない商売だと思ってますから、そういう工夫をしていろんな季節感を出した惣菜弁当を提供していきたいと思います。